はい、皆様おはようございます。本日はですね、砂肝ですね、砂肝のニンニク炒めを作りたいと思います。ではまず熱したフライパンにですね、油を引いていただいてですね、砂肝を入れちゃってください。お塩をパラ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 リと入れちゃっていきます。そして味の素ですね、味の素もガッツンガッツンパラリとですね、ちょっとお酢ですね、火を通してください。はい、で、火が通ったらですね、こちらでニンニクの芽ですね、こちら入れてください。みりんが少し入ります。大さじ1杯ぐらいですね。あと日本酒、今日も大さじ1杯でよろしいかと思います。砂糖ですね、砂糖大さじ1杯です。濃口醤油ですね、こちら大さじ2杯ぐらいでよろしいかと思われます。でブラックペッキーですね、ちょっと詰めるような感じで炒めちゃってください。お砂糖もう一杯入れました。最後にですね、ごまアビーヤですね、ごまアビーヤ、こちらもですね、ちょっとで小さじ1杯程度ですね。はい、これで出来上がりですね。これは盛り付けで、それではテーブルの方やってまいりました。砂肝とニンニクの炒めですね、非常に美味しそうです。いただきます。うまっ、うまっ、うん、最高ですね。うんうんうん、うまい、うまっ、うんうんうん、うますぎ、うん、うまい、なんだこれ、うまい、うまいよこれ。この味付けがいいですね。なんとも言えない、ご飯がすごく食べたくなるような味付けです。今ダイエット中なんでご飯は食べてないんですけど、非常にうまいです。うん、うまい。
けどですね、若干焦がすような感じですね。若干焦がすような感じですと、このタレがですね、ちょっと煮詰まって非常に美味しくなります。ぜひ皆さんもですね、やってみてください。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。もしよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。